7月に起こりましたですね、えー、っと西日本特に高知県愛媛県広島岡山県のですねを中心にして起こった洪水の被害というのはですね、まあ、日本人の,この災害に対する曖昧さですね、まあ、それが極端な形で出たと、まあ、だからそこでお亡くなりになった、まあ、250人ぐらい非常に多く勢の人がお亡くなりになったわけですが、まあ、この責任を問えばですね 最も大きいのが避難を命令する権限のない人が避難を呼びかけたっていうことにあると思うんでこれはもう犯罪ではないかっていうな感じがするんですね実はこの日をちょっと簡単に振り返りますとまあ朝方から雨が降り始め非常に強い雨が予想されたので気象庁は豪雨をそのが来るよってことを言ってるこれはいいんですねこれはは避難とと関係ありません雨という 客観的なあの自然現象が来るということとを言ってるわけですねところがこれに気象庁はかぶせてですね命を守る行動をしてくださいとか言ったわけですねこの命を守る行動をしてくださいというのは誰がっていう、まあ、主語っていいますかですね対象者があの限定されてないんですよ。まあ、日本中の人がちょっとそうじゃなくて多分雨が降ると予想される西日本の人それでも四国と中国地方なのか九州が含まれるのかわからない。 西日本全体の人が命を守る行動をとってくださいというのは直ちに取らなきゃいけないのかそれとも様子を見なければいけないのかというのも分からないただ命を守る行動をとってくださいという非常に抽象的な表現でやりましたねこれがまず第一のこの犠牲者を多く出し,く出したあの元になりましたね原因ですですから気象庁はこれ十分にもう一回考え直す必要があるわけですね。 あの通常は気象庁というのは僕なんかの認識では気象現象を正確に伝えるもしくは大雨警報とかそういう警報を伝えるという役割を持っていて命を守る行動をとるかどうかは行政に任されていると認識しております法律的にはですねですから法律的にもしそうであれば僕の認識であれば、えー、越見行為になります人の命に関わることの越見行為になりますそれから一般の人は気象庁が命を 守る行動をしてくださいと言ったらば気象庁がそういうことを法律的に、えー、役割を負ってるというふうに考えます。というふうに考えます。日本は縦割り行政が厳しいのにこういう時になると突然縦割りじゃなくなるんですね。その次に NHKNHK、まあ、ばかりじゃなくて最近 NHK ばかり避難してるとどうもそうじゃないなとこれ放送全体だなと思うようになったんですが、まあ、我慢して聞いてください NHK を代表として言えばですね NHK が直ちに避難の行動をしてください。 早めの避難をしてくださいっていうのをまあよく分かってないようなアナウンサーそれからコメンテーターなんかが盛んに昼頃から言い始めたわけですよ。それ言われてもですね避難っていうのはですねあの自分の家を空にして避難するのか荷物を2階に上げて避難するのかやっぱり自分の家を捨てるわけですからねそれはやっぱり覚悟がいるわけですよ。子供を学校にやるべきなのかお父さんは会社から帰ってくるのか全部あるわけですよね。 だからその,その直ちに避難してくださいとか言ったって程度問題っていうのがあるわけですよね洪水になるんだったら2階のある人は2階に垂直避難とかよく言いますけど垂直避難を呼びかけてるのかそれとも避難所に移らなければダメなのかあの2階のないうちはどうするのかそういうのが一個一個あるわけですよ。で避難っていうのは結構大変ですからね。 だから早めに避難してくださいっていう NHK の呼びかけがここでは非常に大きな災害を呼びました申し訳ありませんけどねあの善意でやったかもしれませんよしかし人間は善意でやったら何でもいいっていうわけじゃないんですね気象庁が命を救うその措置をしてください NHK が続いて早く避難してくださいとこう言ったんですが住民は避難できないんですよだってそんなことで避難したって 自治体が避難所を開けるわけですから。だから自治体が動いてくれないとダメなんですね。で、いよいよ夕方に雨が激しく降るようになりました。えー、テレビはワールドカップの特集がなんかやっております。で、えー、全然よくわかりません。それから暗くなって7時、8時となってきますね。そしたら雨は激しく降るし、もうま、あの、外は真っ暗ですよ。ですからこの時点で、 子供を連れた人人とかおおばあさんおじいさんんじいいのる人がですね避難所まで行けるのか行ってる途中に巻き込まれるんじゃないかっていうのはそういう時期になってきますそして岡山県の真備町を中心に言いますとみんな怪しいなぁと思ってきたんですよただ川が氾濫したら大変だなぁだけどまだ何も警報来ないなぁと思ってたらですね夜の10時夜の10時ですよ子供がもう寝ていたからっていう住宅も随分あるんですが夜の10時になって まあ自治体の方からそれも避難勧告,が出ます避難勧告というのは言葉は難しいんですが、まあ、避難する人は避難をしてください、まあ、避難をしない人はまだそこにいてもいいですよという意味なんですね。はっきり言えばですよあの勧告とは指示よりも弱いあの言い方であるなんていうから分かんないんで勧告っていうのはですねあの避難してもいいし避難しなくてもいいけれども本人の判断に任せますっついうのが勧告なんですよ。はっきりそう言わなきゃいけないですね。 それが夜の10時に出ました。ところが川が決壊したのは日を明けた0時半だったんですね。だーっと水が来てもみんなが恐怖におののいたあと1時間経って午前の1時半に避難指示全員が避難しなさいという指示が出ますがその時はもうもうみんな水に浸かって亡くなった方はそこの辺にですね全部1階しかないところが2階に逃げれずに 死してるわけですねですからそれであのまあようやく取り残されて助かった人2,300人ぐらいがその後消防と警察あの自衛隊に真っ暗なところからえ救出されるというそういうことになるわけですね。ですからねこれは朝方の命を守る行動といった気象庁早めの避難をしてくれといった NHK それから えー、テレビもそ具体的なことを言わずに気象庁も具体的にどこの川が氾濫の可能性があるこれは国土交通省であれば国土交通省が河川の氾濫情報を流すとかそれからこれは市が流すのか国土交通省が流すのか分かりませんがおそらく現在の縦割り行政ですと国土交通省が、えー、氾濫の危険を各自治体に知らせ各自治体がそれに基づいて判断をするところが各自治体はですね 私は真備、まま、町は聞いてないんですけども水害が危険があったところにお聞きをしましたらですね、えー、集まっていたと非常部隊はだけど市民からの問い合わせの電話で電話が全部塞がり人間も対応ができず県からの指示国土交通省からの指示も何も受けられなかったというふうに言っておりますので、まあ、これもものすごい、えー、人災だったわけですねでついに0時半に0時半に 1> 1時半ですよ午前1時半にもう洪水が終わってしまったような1時半にですね避難指示が出てるんですよ。避避難難指示は避難しなさいといとう命令ですねですからあの避難した方がいいですよとかですね避難必ず避難しなさいっていう言葉に直さないと避難勧告とか避難指示とかいう役所言葉で言ったって全然ダメだし NHK もですね親切をするなら えー、例えば、まあ、これは自治体の責任ですけど夜の10時に、えー、地震警報みたいなのと同じ警報を真備町に出してそして避難勧告というのが出ましたこれは皆さん避難しなくてもしてもいいんですよだけど避難したい人は避難してくださいどこの地区はどこに避難してくださいところがねこの「どこの地区はどこに避難してください」っていうのはいつも勉強しておけばいいなんていうあのアホな排泄者がいましたけど違うんですよ。あの 東日本大震災の時の大川小学校がそうですね避難を指定している場所に行こうとしたら津波がもっと大きかったので逃げて山に逃げようとしたらそこで津波にあってまあ児童先生が亡くなったとそれの責任を問われているわけですから普段から決まっていいるところに逃げちゃいけないんですよその時の災害の大きさで避難指示の時にはとか勧告の時にはですね 今回の津波はどういう津波じゃなくて大雨はどういうことになるのでえどこに避難してくださいって言わなきゃいけないんですよね火災の時の避難と地震の時の避難と津波の時と大雨の時はいずれも違うわけですからですからどこに何時までに避難しなさいとか避難の準備を開始してくださいとか2階のある人と2階のない人はこう違いを作ってくださいちゃんとやらなきゃいけないんですけどそこをやる自治体の 市役所のの人は全部電話のお対にう,ろうろしてたというわけですねこれはですね私一応ここまでこ今回お話しまして是非大幅な議論とそれから改善をして初めて今度お亡くなりになった人が浮かばれるんではないかと思います。